皆さん、こんにちは。東京大学教育学部主催、高校生と大学生のための金曜特別講座にご参加くださいまして、ありがとうございます。私は本日の司会を務めます、東京大学教育学部教育学科の受田博之です。どうぞよろしくお願いします。この講座では、高校生と大学生の進路選択のになり参考になるように、主に東京大学の教員がそれぞれの専門分野の魅力を 分かりやすすく解説しています2002年から開校され今年で21年目これまでに450回以上開校していますまた金曜講座では2004年から全国の高校にオンライン配信を行っています現在は高校生の皆さんが自宅から自分のパソコンやスマートフォンなどで受講できるようにして配信しています先着3000名まではズームウェビナーで参加できこういうように口頭で質問することができます 3000名を超えた場合には YouTube を使って限定公開でライブ配信を行います。本日は東京大学の学生のほかに北海道から沖縄まで548校の高校生たちにも配信しています。この548という数は日本にあるすべての高校の1割以上に相当します。さてこの金曜講座での講義はこれまでに画面にあるように13冊の本になっています。最近では2020年に2冊を刊行しています。 高校生にも分かりやすいように書かれていますので、分離を問わず、幅広い分野の内容を味わっていただけたらと思います。ぜひともご覧ください。それでは本日の講師を紹介いたします。東京大学法学部、法学政治学研究科教授のデミトリ・ワン・オーベルベーグ先生です。ルーベンカトリック大学で修士、博士号を取られた後、九州大学、ルーベンカトリック大学を経て、 2021年より東京大学法学部で教えられています。先生のご専門は法社会学でして、これまでにあのここにありますよう、ね、な英語の著書、日本語の著書、多数の業績を収められています。今日は、バン・オーベルベーグ先生に、人はなぜ規制に従うのか、従わないのかという非常にあの重要なテーマについてお話しいただけます。様々な観点から、なぜ特に日本人が こんなに法律に従うんだろうという先生が来日してからずっと抱かれていた問いについてさまざまな観点からお答えいただきます。60分間の講義の後、30分間の質疑応答の時間を取る予定です。それでは、ヴァン・オーベルベイク先生、よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございました。ディミトリー・ヴァン・オーベルベイクと申します。よろしくお願いします。わかりやすく、えー、と皆さんにですね、 社会学という分野を説明していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。パワーポイントのプレゼンテーションも準備させていただきましたので、もしよろしかったら、えー、とそれを共有したいと思います。えー、とまず、えーと、自己紹介を行いたいと思います、えーとあの。私はベルギー出身で、ベルギーというのは、 EU の中心地の,あの,、えー、とあのブラッセルなどですねあの、EU の本部があるところであの、EU というのはまず自分のアイデンティティの大きな枠組みです。そしてあのもう一つは、ベルギーという国のアイデンティティですけれども、ベルギーで生まれて、ベルギーという国は日本の10分の1の大きさ、非常に小さい国ですけれども、 あのえー、と三カ国語が話されているところです。僕の母国語はオランダ語とフランス語です。母親はフランス語馬車で、父親はオランダ語馬車です。そしてあのこの国は大きな国に囲まれていてあの、ドイツ、フランス、そして海を渡ってイギリスがあります。それもこの国の,あの形あの、国の歴史に大変大きな影響を 与えたということを考えることが大事だと思います。また、ベルギーの中にあの、えっと、生まれ育ったところというのは、えっと、フランダースという地域です。フランダースというのは初めて僕は日本に来た時に、えっときにベルギーよりもまたヨーロッパよりもフランダースの方が日本で知られていました。非常に不思議に思ったんですけれども、あのそれは、えっと、日本のアニメで フランダースの犬というアニメがとても有名になって人気がありました。その話を、フランダースの犬の話を僕は初めて日本で聞きました。日本に来る前にこの話を知りませんでした。フランダース、ベルギー、 EU というコンテクストの中からですね、それを背景に日本の法社会学、日本の法と社会の関係を考えていくということをあの自分の分野あのとしてですね、あのこう勉強してきました。 またえと、日本に初めて来たのは、あの実は、えー、ともうだいぶ前ですけれども、あのえー、とちょうど日本でですねバブルの時ですけれども、その時に埼玉県の、えー、と大宮北港で1年間高校留学生として行きました。その留学をしたあの、えー、とチャンスというのは、ですねあの今の日本に対する興味あの、そして日本の社会を見る目。 を作ってくれたという時期でという意味ではですね、とっても大事な時期でした。そして最初、東京大学に来る前に、ルーヴェン大学、ベルギーの最も大きな大学のルーヴェン・カトリック大学で教授を務めていました。ルーヴン大学というのは あのえー、と学生の数は5万人ぐらいいいますけれどもあの、また大学が創立した年、えー、と,というのは14、1424年です、もうすぐ600年前に作られた大学です。非常にあの古い大学であの、この写真ではです、ね、あの大学の図書館が見えるし、あのこの大学のシンボルもあの見えます。 でちょっと古い写真もこの白黒の写真が右側にあの見えるんですけれどもその右側の古い写真というのはあの実は1921年だいたい100年前の写真ですがあの帽子をあの、えー、とかぶってらっしゃる真ん中の方はあの実は日本の当時の皇太子であの後の昭和天皇です。 初めてあの外国を訪問したのは実はベルギーでした。で、この遺跡というのはあの大学左側に見える大学図書館の,あの一次世界大戦でドイツ軍に空撃をあの受けたあの後の大学図書館です。で、この昭和天皇が訪問した時にあの、えー、ときに日本が あのベルギーの,その,あのルーヴェン大学を再建するために協力しあの貴重な資料をたくさん寄付していただいてあのそれは今のルーヴェン大学の最もあの宝物として非常にあのこう大事なあの、えー、と貴重資料のコレクションにあのなっています。 あの僕の研究はですね、放射解学という分野で、後で放射解学はどういう分野かということを紹介しますけれども、あのいろんな本をあの、いろんな研究をさせていただきました。最初の,あの研究は、えっと、左側のちょっと黒っぽいあのこう表紙があるんですけれども、えっと、小作人と地主の大正時代の時の葬儀の,あの処理の仕方 それは古作調停法という調停法についての研究でした。次の青いところは、あの元最近のです、ね、裁判員制度についての研究ですけれども、あの売信制度の議論が日本に昔からあって、それは裁判員制度とどうつながっているかということを紹介した本です。その後あのいろんなテーマについて、あの日本の法と社会あのを紹介する、考えていくということを英語で またオランダ語で時々フランス語で論文を書かせていただきました。あのいろんなあのやっぱり法と社会の,あの、えー、と関係をですねあの考えていくというのはあのその法社会学の分野,分野の面白さだと思います。まあ、もう少しあの詳しく説明していかないとあの皆さんも法社会学というのはどういう分野なのかということも理解しにくいかなと思います。 そのためにまず社会学というのはどういう分野なのかということを考えていく必要があるのではないかと思います。でまずあの社会の中で生活しているとあのいろいろ特に日常生活を送っていくとあ,のあんまりこのなぜこういう行動をするのかということを意識することなくあの自然に行動をするということが多いですけれども。 社会学をあのやるときにはですね、この身近な生活環境を再発見する、発見するということがあの目的です。で、ここで玉ねぎの,あの映像が出てるんですけれども、なぜ玉ねぎなのかというのは、あの実はあの玉ねぎもあのこのいろんな皮、皮の、皮、まあ、はあの何枚もあって、その皮の あの枚数をこうめくっていくと、向いていくと、あの新しい一枚が出てくる。それと同じように、自分の身近な生活環境があの実はとても奥深い、いろんな意味があって、であまり意識していないけれども、あのやっぱりあのこの考えるときにあのミクロ的に考える、非常にあのそのあの個別的にミクロ的に考えていく場合もあれば、 あのマクロ的につまり玉ねぎを全体あの全体の形を見るというようなあのこう見方ということもあります。とにかく社会学というのは自分の身近な生活環境を発見するということが基本です。社会学はですね あのやっぱりあの社会をあのこうゲームに例えるとあのフィールドがあ,のあって例えばここでサッカーにあのベルギー自分の国のベルギーというのはサッカーがとても盛んでサッカーをやるときにもあのサッカーフィールドであのそこには選手があってあのまた選手だけではなくて このゲーム全体あの、またこのフィールドの中でのルールというのがあ,のあります。で、そのルールというのはあの、えーと、公式的なルール、フォーマルルールというのもあれば、インフォーマルルールもあ,のあります。インフォーマルルールというのは、あの例えばあの選手が怪我したときにあの、その選手がプレーを中断して、あの本当は。 公式的なルールで中断しなくてもいいんですけれども、あのやっぱりフェアプレイを考えてあの、そのフェアプレイのために、インフォーマルなルールあのに準じてですね、あのこうあのプレイを中断するということもあります。いろんなやり方、いろんなルールあのがあるわけですけれども、もちろんあの選手だけではなくて、このえー、と審判もいれば、あの観客もいる。 で社会学者があのこの選手の,先週の,あのプレー、つまり社会を見るときにですね、社会での行動を見るときに、やっぱり社会が誰が見てるのか、誰がどういう行動を取ってるのか、また社会学者が自分の立場も考慮して、あのそして自分の背景を考えながら、あの経験的にあのこの社会をあの、えっと、見るということが、この社会学という学問の特徴です。 じゃあ、法社会学というのはどういう学問なのかというのが、この社会学の学問を背景に考えていかないといけないんですけれども、法社会学は、この田瀬先生の,あの定義によればですね、田瀬先生の定義によれば、法社会学は、社会の中で、法が実際にどのように働いているかあのという、働いているのかを認識する学問です。 つまり、法が社会の中で実際にどのように働いているかを認識する学問です。そしてあの別の法社会学の定義を紹介しますと、これは村山先生と浜野先生という有名な法社会学者ですけれども、あの次のように述べています。ルールを用いた社会統治の仕組みとしての法が実際にどのように社会の中で作動しているのかを 経験的社会学的の方法を用いて明らかにしていくのが法社会学である。でここで特に重要なのは経験的社会科学の方法です。またもう一つ、あのこの村山先生と浜野先生のあの定義なんですけれども、あのこれは 法社会学は法とその他の社会現象との因果関係についての理論構築を目指したとともに政策科学の発展にも貢献する。で、多くの世界の法社会学者があのこう立法過程また法律を作るときにどうやって効果的な法律を作れるのか。 その法律は社会の中であのどういうふうに実際にあの効力を発揮しているのかということで政策過程にもあの提言をしているということがあの特徴です。僕はあのなぜ法社会学者になったのかということを考えますとあのやっぱり3つの理由があ,のあると思います。1つは あの日本に留学してきた時にですねあの日本とベルギーはあの非常に法律が似てるということがあのまたいろんなあのルールがですねあの似てるということに気づきましたけれどもただ社会の中であの人々の行動また方が実際に あの法に対して実際の考え方というのがあのかなり日本人と話してあの違うというところもあ,ありました。それをもう少しあの勉強したかったというのは一つ。もう一つは あの東京で電車に乗ったり、あの満員電車の中であの、とてもみんな丁寧で静かで、規律よく乗ってるんですけれども、だいぶそれはベルギーと違うということに気づきましたけれども、じゃあ、喧嘩だとか紛争とかあまり起きないのかということを考えたときに、どういうふうに日本人は紛争が起きたときにそれを処理するのかということをあのもう少し勉強したかった。で3番目の理由は あの日本のホストファミリーだとかいろんな日本社会で生活してみるとあの単一社会に見えるところがあのでもあのやっぱりもう少し生活してみるといろんなコミュニティいろんなグループというのが存在しているベルギーほどその例えば違う言語を話すということではなくてもあのやっぱりいろんなコミ,ュニティコミュニティというのが存在している ではその中での法に対する考え方、法意識って法社会学で言うんですけれども、その法意識というのがそれぞれのコミュニティで一緒なのか違うなのかということもあの勉強したいなと思って、そこで法律を勉強したり、社会学を勉強したり、ベルギーで あの研究したり日本,であの日本でも研究しましたというあの,のはこの放射会学に放射会学者になったきっかけで,きっかけです。放射会学はあの非常にあのまあ何て言うんですか面白いあの学問だと思うんですけれどもあの法はあのどういうふうに社会に影響するのかということを勉強するだけではなくて社会が 法にに対してどういういう影響するのかそれは総合作用であの、法から社会へ、社会から法へあのという両方を考える必要があります。例えばあの、法が社会にどういう影響を与えるかというのは、あの理想の社会を作るときに、またその政策を実現するための,あの法律というのがたくさんあります。 例えば、皆さんもよくご存知だと思うんですけれども、この男女雇用機会均等法、女性と男性が同じあの機会を得て、企業で働いたり、社会で活躍する、そのための法律が1985年にあのできました。で、何回か改正されました。その法律がまさに社会を変えるための,あの法律になっていました。 もう一つ、水俣病判決の後、それは1970年代初めですけれども、その後にできた、えー、と公害にあの対する法律というのができました。で、公害を防ぐために、やっぱりあのこの公害により被害が出ないための,あの法律ができて、その法律もあの社会にどうやって影響を与えたかということをあの、えー、と見,な見なければならない。もっと最近の あの課題で,で、まさに今日の授業の課題ですけれどもあのコロナにあの関する規制の話ですけれどもあのその規制を作ることによってあの社会であのできるだけ多くの人が健康的な生活が送れるということが目標です。そののための法律も、 が社会にに影響を与えるとということになりますで例えば統計を見ていきますとあの法社会学でこの統計を見るのが非常に重要な資料になるんですけれどもあのこの、えー、男女雇用機会均等法が導入されたあの1985年 の時にですねあのどういうい効果社会にどういう効果を与えたかということを例えば緑の線を見ますと緑の線というのは、えー、と25歳から29歳の女性の,あの,活あの,こうあの企業での,あの活躍を見るんですけれどもあのもうあのどんどんやっぱりこの、えー、と上がってきているということが分かります。 また、えーと、この30歳から34歳の女性も、あのだいぶあの雇用の機会があの男性とあの平等の,あの雇用機会というのがあの増えた。本当にこれで平等なのか本当にこのあのただ量的に見てたくさんの女性が、えー、と働くようになったということで十分なのかやっぱりあの、法社会学者はそう思わない。もう少し あのこう批判的に見て、あのそして本当に平等な機会を与えてもらったのかどうかということを、あのまたこの大社会学のさらなる研究になるわけです。逆もですね、あのああの逆もあの見なければならない。それは社会が法に対して影響するということです。社会が法に対して影響するというのは、 やっぱり社会のの中で価値観の変化というのが常に起きる社会というのはスタティックなつまり停滞しているものではなくて常にダイナミックな関係にありますそのダイナミックである社会というのがあのその中の,あの考え方の違いというのがあのこの法律を作る時にあの法律にあの非常に強い影響を与えています 例えばあの、家族に対する考え方に関する考え方というのは、あのこの離婚の増加にもつながっていくんですけれども、そのための法改正、あの離婚がしやすくなるための、また離婚をするときの,その,あの親権だとかあの、財産の分与の仕方だとかあの、それを整理するための法律の変化というのもあります。また えと差別に対する考え方、貧困に対する考え方、そして先ほど申し上げた、この結婚に対する考え方というのが、そのさまざまな価値観の変化があの、この新しい法律を作るときの,あのこう土台になって、あのこれが法律に表れてくるということもあります。まさにこれは社会が法に対して影響を与える。 いいるととうことですねまた技術的な変化ということもとても重要です。今の,あの皆さんもよくお聞きになっている AI だとか、そしてドローンの,あの,開,あの開発、また自動運転、そしてスペースあの、宇宙のことですね。この宇宙開発というのは、あのそれに伴う法整備あの、法律を作っていかないとなかなかこの秩序をあの維持する。 またこの、えー、とコントロールしていくあのというあのことがとても難しいです。常に変わっている社会にこのあの、それを法律、適切な法律を作るということが、やっぱり社会が法に対しての影響あのをあのこう中心にあの調べていかないといけないで。それは法社会学者がやることです。 あの僕は駒場あのキャンパスでですね放射会学の授業を教えてますけれどもあの放射会学の授業であの学生にですねあの、えっと、放射会学の講義で最も重要な課題というのがどういう課題なのかってあのちょっとアンケートを取ってみました。 で、皆さんにあのそれをここで紹介することによって、放射会学というのは、どういう事例、どういうケースを扱う学問なのかということを、あのあのこう少し分かるのかなと思います。で大き、大きければ、たくさんの学生が答えたということになります。もちろん、このコロナ関係、つまりまさに今日の授業のテーマですけれども、あのまたそのジェンダー問題、あの誹謗中傷ということも、 裁判員制度、少年法改正、死刑制度、あの選択的夫,夫婦別姓あの、いろんなテーマがあ,のあるわけです。で、このそれぞれの法と社会の関係を考えるときにあの、この,あの先ほど申し上げたように、あの法と社会の相互作用を考えながら、適切な方法であのこの研究分野を あのこ,うあのこの研究分野の重要性を意識していただくんですけどそれでも学生に時々ですねあのでもなぜ法社会学を勉強しないといけないんですかで特に法学部になると,あの、えー、と弁護士になりたい方 裁判官になりたい方、そしてあの検察官になりたい学生というのは、あのじゃあ、法社会学、なぜ法社会学を勉強しないといけないのかということをあのこうよく質問で出るんですけれども、まず一つはあの、法と現実社会のずれあのがどれほどあるのかということをあの理解するということが大事ですね。もうう一つのの答えというのは あのどうやってその効果的な法律、特にすでに社会変動が行われている中で、あのどうやってこの効果的な法を作ることができるのか、何が効果的、何が効果的ではないのかということをあの考える。3番目としては、あのこの法解釈、またそのあの法が運用されているときに裁判官、検察官、あのそして、 あの弁護士でもそれだけではなくて当事者当事者あのいろんな方が参加しているわけですけれどもあのどうやってその客観的な法律法の下の平等という言い方もあるんですけれどもあのまあ法の支配という言い方もありますけれどもその客観性をあの担保するのはどうやってできるのかまた4番目としてはあのこの法を社会工学の道具としての あの機能を理解して、つまり法によって適切なあの社会を作るあのという場合には、誰が、誰のため、あの誰による、誰のための道具である,であるかということをあのちゃんと考えていくというのは、法社会学があの、えー、とそれを狙う、それをやるあの学問です。はい これであのこう少しでも社会学という分野を皆さんあの、えっと、理解していただいたのでしょうかあのもしあのちょっと難しかったらあの後でですね、あのぜひあの質問にお答えしていきたいと思いますけれども、あのどんどん時間がな流れていますのであの、えっと、本題に入りたいと思います。人はなぜ規制に従うのか、従わないのか。で、まずですね、 あの基本概念を押さえないといけない。一つは社会のルール、つまりその規制というのは別の言い方をすればルールです。その社会のルールというのは何なのかつまり、えー、とこれはですね、複数の人たちが関わる場所で、あのそのルールを、えー、と社会的ルールっていいます。で社会にさまざまなルールが存在している、さまざまな規制があります。 それは古いルール、消えていくルール、消えたルールあのということもあ,のあります。また、国によって違うルール、ベルギーであの、えー、とルールもあの、えーと、ベルギーでのルールというのは全て日本で適用されていない、あの違うルールというのがあ,のあるわけです。今、例えば、ベルギーで,です、ね、この間、ゴールデンウィークの時にベルギーに一時帰国しましたけれども、 もうあのマスクをしている人は一人もいませんでした。一、まあ、人もいませんでしたというのは大げさですけれどもあの、ほとんどの人がもうマスクをしていない。日本ではもうみんなマスクをしているというのがとても不思議に思いました。また新しいルールというのもありました。ここで写真で、あの下の写真で、例えば同性愛者の、えー、っと同性愛者の あのカップルの結婚あのということで、あのこの、えー、と北海道の、えー、と札幌地裁で、ですね札幌地方裁判所で意見判決が出て、あのどんどんその新しいルールであの同性愛者の、えー、と結婚というのがあの認められるようにあのなってきているというのは、日本だけではなくて、世界的に新しいルールとして考えることができる。でもなぜルールが必要なのか。 ということを考え,考えなければならない。一つは、あの人々の行動を調整するためのルールというのがあるわけです。あまり意識することがないんですけれども、あのこの予測可能性というのは社会の中で大事ですね。毎日の生活でこのルールがなければとっても生活しづらい社会になります。例えば、信号が青になったらあの進,進んでもいい。 赤になったら止まらなければならないというルールがですね、この社会を調整するためのとても重要なルールです。これはもう当たり前ですけれども、あんまりこういう複数、もう本当に毎日生活するといろんなルールに従って、無意識に従って生活してる。 それによって社会の調整というのができるようになるわけです。あのこれはですね、この,あの無数の暗黙のルールによって、個人個人が社会の中でスムーズに機能できるということになります。ただ、あのそういう予測可能のためのルールということだけではなくて、あの別の種類のルールもあります。 それは協力をそそのかす、つまりより協力するための,あのルールというのがあります。で、勝手にあの一人一人が自分の利益だけを考えて行動したら、社会がめっちゃくちゃになりますので、例えば限られた資源をあの一人の人が全部奪って、他の人に分配しなければ、社会が成り立たない、貧しい社会になっていく。 災害の時に略奪によって自分だけであの欲しいものをあの奪うということだったらあのだいぶたくさんの人があのこう生活できなくなるそのために豊富な富のあるあの社会を作るためにはあの協力促進のためのルールもあの作っていかなければならない。 つまりルールが集団の中の協力関係を促進させるように発展してきて調整されてきたあのその2つの関係をその調整のためのルールと協力のためのルールというのがその規制としてあの存在していますでこれをベースにですねあの今のその講義のテーマにあの具体的にですね移っていきたいと思いますで先ほど申し上げたように あのベルギー出身の僕があのいろんな統計を見てまた新聞ベルギーの新聞も日本の新聞も見ていくと特にあの3年前からこのコロナあのコロナ禍が始ま,始まった時にと,とっても驚いた統計をあの見ることができましたでこの驚く統計というのは右側に映ってる統計なんですけれども この,あの,あのコロナの,あの感染者数あの,、えっと、のランキングですね、世界のランキングです。で、最もコロナウイルスに感染した、あのこうあのまたその、えっと、これはです、ね、そのん亡くなった方の数なんですけれども、最もあの亡くなった方が多い国というのは、一番上のベルギーです。 であのそのずっと下にあの行きますとあのこのちょっと濃くなってるところにですねあのこの日本というのがあります。日本、韓国、ニュージーランド。まあ、日本というのはあの僕留学した時にとってもみんなそのあの電車に乗ったりあの密な生活をしているというイメージがあったんですけれどもあのそれでもあ,のあまり感染者が増えないあまり亡くなっていく方が いいないということで、でベルギー自分の周りにですねもう亡くなっていく人がとっても多くて、もう感染していくのも,あのもうあのたとても多いあの、えっと、人数が多かった。それなぜなのかということで、じゃあそこでルールを考え中心に考えたときにあの、特に日本での報道を読むとですね、緩やかなあの対策、緩やかなあのルールあのに。 あの従って、この結果になる。で、ベルギーでは、とても厳しい対策、非常に厳しいルール、なのに、あまりうまくいかない。あの人がどんどんなくなっていく。ということは、じゃあ、んあのどう、どういうふうにそれを考えるのか。人はなぜ規制に従うのか、従わないのかというのは、まさにそういう問題です。そこで、上からの視点と下からの視点があります。つまり、あの、政府の視点というのは、あのそこで、 あのこのルールをどうやって強制していくのか、どうやって人々にこのルールに従ってもらうのか、英語で言うと、エンフォースメントというあの単語ですけれども、ここでちょっと黄色いあの、えっと、色でですね、あのこうあの記してあるんですけれども、このどうやってあのこう人に従って、従わせるのかという上からの視点です。コロナ規制に違反する人に対して、 警察は厳しい対応をすべきなのか、すべきではないのか、どのようなタイプのエンフォースメントが最も効果的かということを上からあのこう考えることなんですね。ただ、下からの、つまり市民の視点から考えるとあの、別の見方もできる。つまり、なぜ市民はルールを守るのか、守らないのかということを考えていく。でこれはあの上からの強制。 つまりエンフォースメントではなくて、英語で言うと、これはコンプライアンスです。コンプライアンスというのはあの、この法律に従っていくということですけれども、このコンプライアンスのレベルが徐々に低下しているのはなぜなのかあのということを考えて、ルールに反発する人のモチベーションは何なのか。つまり、効果的なルールを作るときに、上からの見方と、 下からの見方というのがあって、その両方合わせていかないと効果的なルールを作ることができない。で、上からの,あの,その,あの抑圧っていいますか、抑止力、つまりあの上からのエンフォースメントというのはあの、放射解学的にこの道具的なアプローチということもあの使うことがあるんですけれども、ルールの遵守は、 何よりもルールを遵守することによって、人々が経験する個人的な利益や不利益によって決定される。人々は合理的な判断を下し、制裁のリスクが本当にあると思えば、ルールを守る、あの破るあのことを控えるようになる。そのために罰金をあのちゃんと設定して、それをエンフォースしていく。 それを強制していく、つまり抑止力の立場からのルールだと効果的と考える見方もあれば、逆にそのあの、あまりこれは効果的ではなくて、自発的な遵守の方が効果的ということを考えるあの、えー、とやり方も考え方もあります。それはその規範的アプローチと言います。で規範的アプローチによると、あの個人の行動が 個人自身が公正であると考えるものに影響されるとい,うこと,ですということです。このアプローチでは、人々が政府とその規則を公正であると考えれば、あの不順守に公正、公正と考えれば、その規則に従う義務があると自分で感じられるあのと仮定していますで。この自分で感じた方がルールが効果的で。 罰金による調整というのはあまり効果的ではないという見方か、その逆の見方ということもあ,のあり得るで。この研究というのは、あのアメリカではですね、あの今の放射解学でとってもあの重要なあの研究です。特にこの、えっと、今の本の表紙をあの写していますけれども、タイラー教授というのは、Why people obey the law あのという 研究を出して出していてまたこの右側にですね why children follow rules なぜ子供が規制に従うのかあのということをそこから始めないとなぜ人々が規制に従うのかということもなかなか理解できないでここでタイラー教授が出している答えというのはあのそこで信頼関係そこで一つの正当性というのが生まれるからこういう内面的な つまりあの下からの遵守というのがあのそのルールの効果,効果性にですね最も重要な影響を与えているというふうにあのこのタイラー教授が言っていますアメリカの研究に今言及したんですけれども実はこの課題というのは日本の放射解学でもこれはあの実はあの戦前あのからですねとても重要な あの問いかけですあの日本の法社会学の父というのはあのこの,あの東京大学の法社会学の,あの最初の教授ですけれどもあの川島武義先生ですで川島武義先生はあのこの右側の表紙の本でですねとても有名になり,なりましたけれどもあの日本人の法意識という あのベストセラーがあの1967年にあの出た本ですけれども、この川島先生が日本の戦争が、あのえっとまあ、戦争前、戦争中、そしてあの戦争の後考え続けた問題というのが、あの例えば、まあ、あの国民はなぜ,日本あのになぜ法律に従わないのか。でこれ実際に 日本にもですね、この闇の位置というのがあって、そこで、この経済統制法、戦時経済統制法に国民が従っていないというのはなぜなのかということを考え続けた。それはですね、この答えというのは、もうちょっと下がってですね、このスライドで、実はこの権利と義務の関係が、 あのそれを意識することあまりなくて、この権利義務関係というのがあの非常に近代的な考え方で、日本の伝統的なやり方とはあの違うということで、あのこの法律に対してあんまり信用していなかった、あんまり法律を信用していなかったということが,あ,のということがあった。だから、インフォーマルなあのルール、インフォーマルなやり方の方が日本では、 あのこうみんなが共有ししていたたルルールに対するあの考え方で,したでどうやってあのこの戦争が終わってから近代社会が進む産業が発展する都市が大きくなって複雑な社会になるときにはどうやってその伝統的なあの権利義務の考え方またルールの意識あのがですねどうやってそれをあの近代的なもの新しい 現代社会になると、あの現代的なあのその法律が機能するような社会状況を作ることができる。というのは、この川島先生はまさにこの日本の中の,その法がどうやって効果的な影響を与えることができるのかということを考えたあの第一人者ですね。で、あのこの問題は、 まあ今ですね、この日本の法社会学で本当に重要な問題だということが、もう皆さん理解いただいたと思いますけれども、ではもう少しですね、あのコロナ禍あのを事例にあの考えていきたいと思います。で、このベルギーのあのえっと厳しい対策、先、 あのほど申し上げたんですけれども、このベルギーというのはとっても厳しいあの対策あのでですね、この,あのコロナの感染者を減らしていこうとあの試みたわけです。で、ここであのベルギーでは、あのこの,あの、まあ、法整備をしてですね、ここでちょっとフランス語になったんですけれども、赤いところではこの過料、また長役系 による制裁というのがあの、えー、と詳しく書いてあるわけです。つまり懲役、あの具体あの懲役,懲役、えー、と8日間以下、あのまた、えー、と過料、えー、も定めてあるわけです。非常に厳しいです、ね。写真で見,るようにあの見えるように、警察がそれをちゃんとエンフォースしている。つまり上からこの抑止的にですね、 この抑圧しているわけですから、とってもみんな怖がってて、なかなかあの外に出られないという形もあのという人も多かったです。なのに、パンデミックの中にベル、ベルギーでの,あの川島先生の言葉を使えば、順法精神つまり法律に従っていたのかというと、実は従っていなかった人がとっても多かったです。左側の写真は、ベルギーの えと王室の,あの王子様ですけれども、ののベルギーの王子様はあのスペインでパーティーをして、それでなんか新聞記者がそれを写真に撮って、法律違反してるんじゃないかということも分かったし、右側の写真では若者があのブラッセルというベルギーの首都で,ですねあのこう夜中にみんなで大勢集まってきて、マスクをしないで、お酒を飲んで、 楽しくパーティーをしているということで、警察がなかなか抑えることができない。統計を見ると、もう本当に短い期間で、ですねあのこの最初の1年であのもうあのほとんど1ヶ月であの3万件以上の罰金が切られた。あのそしてまた、えー、とその次の,あのもう2ヶ月で見ても、ほとんど10万個の,この,あの罰金というのが切られたということがあの分かるわけです。 大変です。日本では緩やかな対策。ベルギーから見ると羨ましいというか、あのもう本当にすごいなと思ってたんですけど、つまり自粛要請による統制、あの緊急事態宣言というのがあった,あったけれどもあの、あんまりこういうエンフォースメントというのがなくて、あのいろんな人がやっぱり呼びかけて、あのそして、あのえー、とその、 あの自粛要請に従ってもらうということであのまたその緊急事態宣言というのは外出自粛。 休業要請、企業に資金者の7割削減、あの飲食店などの自粛要請、あのいろんなこの方針が出されたけれども、あのベルギーほど厳しい対策ということではなくて、あのやっぱりこの要請だとか自粛だとか、そういう言葉、緩やかな対策というのが聞こえてきた。これはやっぱりあのもう少し放射開学的に考えていくと、 あの社会学的だけではなくて、この,あの歴史的な、その規制の歴史もあのこう念頭に置かなければならないということも明らかですね。で、例えば、あの憲法学の,あの、東京大学の憲法学の石川健二先生が、あのこのやっぱり緊急ということを、その特別法とか法律にすると、 あのいろんなその戦前の歴史もあるので、そこで例えば治安維持法、あのそこでそのあのあの法律が悪用され、あのそれは、えー、と誰によってどういうふうに使われたかということで、あの非常にこうあの危機感を持っているというか、もう慎重にあの動くという。 あのこう政策というのがあるので、あまりこの法律によらずにあの要請にあの従うということが、それも一つの,あの見方ということにあのなるわけですけれども、ただもう少し法社会学的に考えると、別の答えもあので,きるあのできると思います。で、その別の答えというのが、この,あの70年代の 法社会学研究でですね、あのというか70年代、1970年代にあの関する法社会学研究というのがあのあの1990年代にあの出版されたんですけれども、それは、えー、とアメリカ人はあの1970年代と1980年代の公共の場所であの、えー、と禁煙ルールに。 割と従ったっことを説明した論文ですこれ非常に不思議なことにあの麻薬だとかあの銃あの今の,その銃あのなどの,あの武器を排除することよりも、えっと、飲酒運転などに関する規範よりもあの禁煙ルールが守れていたというのはなぜなのかという法社会学研究というのがあの今の,その、えっと、コロナの規制 緩やかな規制になぜ日本人はあの、えー、とまた日本に住んでる人々はですねあの従ってるのかということをあの教えてくれるということがあの大きなヒントになるのでここであの少しご紹介させていただきたいと思いますまず1つあのこの研究で分かるのはあのこの合理的な要素また社会的構造によってあのこの えーとルールが守ら、規制が守られていくのか、守られていないのかということがあの変わってくる。具体的にですね、これはあのコンプライアンス、つまりあのこのルールを守るコストというのがあんまり高くないというあの場合にあの、ルールに従,従いやすくなると。つまり、永遠にやめるのではなくて、一時的に我慢する。一時的にあのこう我慢要請する。 公共の場所だけでタバコを吸ってはいけないけれども、プライベートならいいと。また違反者にとって修正しやすいために、あの緩やかな指摘でいい。これは犯罪者として扱いではなくて、あのここでタバコをやめてくれるという、なんかこう、ちょっと優しいあの言い方で、あんまりあのこう人がそれを責められてるということで、またこう排除されてるということではないので、 あの英語で言うと、エレンファミリー・メンバーズ。自分の仲間がちょっとだけこう間違ってるということで、あのこうその指摘をするあのということであの修正しやすい。また、あのそれを指摘してくれる、つまり、このルールを規制を執行あのしてくれる人というのは、あの限られた人ではなくて、つまり限られた警察ではなくて、自分の健康を気にする。 どこでもいる自分の利益を必死に守るタバコを吸わない人々の軍隊だあのという言い方がこの研究の中にあるわけです。つまりどこでもいるあのこのあの健康状態を気にするあの普通の人々あのということであのやっぱりあのこの一部の人ではなくて あのあのどこでもいるのでやっぱり遠慮,遠慮するということであのルールに従う規制に従うということがあのしやすくなるルール違反を肯定するまたサブカルチャーというのはあまり存在しないこのタバコを吸った方がいいとかあのそういうあのルールをですねあの肯定するサブカルチャーというのはアメリカでは あんまり存在していないな誰でもやっぱり健康を守らなければならないということがその合理的な要素。二つ目はこの文化的な要素もあるというふうに指摘されるわけです。それはあの文明的な行動の模範ということであのこの研究で現れているんですけれどもその模範的な存在というのがあ,のあるというのは大事です。 まずこの模範的な存在というのは誰なのかというのは、あの有名な、えー、と社会学者、ノーベルト・エリアスという人がですね、この The Court of Great Lords、あのまあ、諸侯って言うんですか、の宮廷、あの大名みたいな、こういう貴族だとかですね、あのそういうあの模範になるような人が、あのいいあの例を見せると、この模範になると、 あの従いやすくなる昔は貴族だったんですけれどもあの現在は例えばメディアでのカリスマタ,あのカリスマタレントだとか俳優だとかあのビジネスマン有名なビジネスマンとか起業家とかですね政治家とかあのやっぱり昔の,その貴族社会とは違う模範的なあのこうあの人,人々があのこの,あの,その模範を見せてあのそれでこう規制に従ってもらう。 でもう一つの文化的な要素として、あのその全体的なマクロ的に見て、あの文化的な性質ということも指摘されている。例えば、例えばアメリカではあの大企業に対する不信感、また政府に対する不信感というのがあの歴史的にです、ね、非常に根付いているということが言えるわけです。でそれによって、あのこのルールに従うか、従わないかということも変わってくる。 で3番目としてはですね、法の役割、つまり法の役割、でここで法社会学の話もあの、えっと、出てくるんですけれども、さっきの1点目と2点目も法社会学ですけれども、よりインフォーマルな形で、でここでフォーマルな法律というのが、つまり国家法というんですけれども、この国家法の役割というのは、あのこの先の2つの,あのこういう要点で、 あのでのコミュニケーションをそれをより強くするつまりアンプリファイアンプリファイアとして機能するでこのエンパワーメントつまり公式的また非公式的な思考者健康を守りましょう公共の場所でタバコを吸わない方がいいということをあのそれを非公式的な思考者というのは普通の人々ですけど公式的な思考者というのは 警察などそういう人なんですですね。で、そういう人をあのこう正当化するためのその公式的なルール、法律というのがあるわけです。で、そこで道徳的な権威、あのまたあの国家権力への信頼というのがあの生まれてきて、で、あの少しずつあのこの,あの公共の場所でタバコを吸わない方が、タバコを吸わない方がいいという。 あの考え方がまた意識というのが出てくるそうするとその法というのはあのあのどんどん意識の中でこの正当化あの正当性を獲得してこの公共の場所でタバコ吸ってはいけないというのが現代の社会で皆の常識になっているということがでももうすぐできたことではなくて少しずつその3つの要素を合わせて 出来上がった考え方ですでなぜ日本は密,のあの密が割とよく守られているのか、なぜ緩やかな規制が効果的なのかということで、このあの密の要素でですね考えていきたいと思います。1つはこのご、あのこの社会的構成、つまり自分の利益を必死に守る、健康を守りたい市民の その軍団っていうんですけれども、の存在がもうど,どこでもいるわけです。そこでマスクをはめてないときに、ちょっとマスクした方がいい,い,いんじゃないとか、それをこう軽くですね、これをそんなに犯罪者扱いではなくて、もうこれをあのこう軽くあの優しくあの我慢要請をする。つまり、コンプライアンスの低いコストというのがあ,るあまりサブカルチャーというのはその中で目立たない。 少しはあの見えたんですけど、最初は新聞記事とか読んでいくと、パチンコをやるために、あのまた他県へ移動する若者は少しいるかもしれないけれども、あ,のあんまり多くはなかった。そしてもう一つは、その格差社会が比較的に進んでいない。あの例えば、この右側でこの、えー、と失業率とかあの見ていくと、あの日本はあのこの OECD。 あの加盟国の中で最もこの失業率の低いあの国あのですけれども、やっぱりそこで仕事していれば失うものが多いので、そこでみんなにあの評判が悪くなったら、また仕事を失ったら、そういうあのことで失うものが多いので、格差社会ではない社会というのがあの重要な要素ですね。また 文化的な要素というのがやっぱり誰が模範になっているのかということがベルギーから見るとあのやっぱりこの模範というのははっきりしてたんですねあの例えばあの東京都の都知事あのがあの一生懸命あのこう呼びかけてですねあのマスクをしましょうこの3密を避けましょうということがとってもやっぱりはっきりしていたメッセージというのがあの出ていたまたこのタレントで あのまあ、模範ではないんですけれども、やっぱり恐ろしい例で、あの志村けんさんがあのこのコロナで亡くなったときにあの、やっぱり本当に危ないんだ、本当にこの,あのコロナというのは怖いなというあのことがあの、皆さん意識するようにあのなったという意味でも、とても重要なあのインパクトがあったのではないかなと。 思います。僕も高校留学した時には志村けんさんのテレビを見てですねもうこれ大好きになってそして日本語を変な日本語ですけれども少し覚えたということもあるんですけれども亡くなった時にもとてもショックショックでした。 あのこういうのもあって、またその法の役割を考えたときにあの、このアンプリファイアあの、そしてコミュニケーター、そしてやっぱりエンパワーメントとしてですね、この法というのが、 あの法に対するまた国に対するこの信頼っていうんですかその考え方というのもあのやっぱりある程度あの日本ではみんなに共有されてるあまりそこで国家またその法律に対して不信感というのがそれほどあのないということがあってでここで右側にあの特にですねあの、えーとえー、と2001年に 日本であの行,われて行われた司法制度改革の後の例えば裁判員裁判、あの僕の研究テーマの一つですけれども、あの裁判員裁判とかいろんなあの改革がなされたんですけれども、そこであの信頼あの、裁判がより信頼できるようになったのかという質問に対する答えをここで、あのちょっと最,最高裁判所の,あの調査の結果を見せているんですけれども、あのやっぱり、 あの信頼してるあの、あまり信頼してないこの緑のところというのがとても少ないということがあの驚くべきです。これはベルギーと全然、後で見せるようにです、ね、全然違うということで、そういう意味で、やっぱりこのあのいろんな規制を出すというのがです、ね、陽性であったとしても、やっぱり一つのインパクトというのがあ,のありました。ベルギーではどうだったのか とということで比較のの観点から見ていいいくのも面白いと思いますでこれですねあのやっぱりあのこのまず合理的な要素であの自分の利益を必死に守るというか健康を守りたい市民の軍,あの軍隊の存在というのもあのもちろん日本と変わりませんあの一時的に我慢要請というのはあのこのコンプライアンスの低いコストというのはあの変わりません ただあの、日本の社会と違って、亀裂があの深い社会あのというのがあの、特にこのコロナ災いが、えー、と起きたときにですね、このコロナが起きたときにあの、ものすごくやっぱり社会が混乱していたということが言えると思います。これはあの貧困が進んでいて、 あのこうみんなもの,その購買力もあのこう低下していてそれは政府に対してものすごくこう不信感につながっていてあのそれによって選挙でこの右翼政党だとか対頭してきたわけです。それだけではなくてその言語がいろんな言語があってあ,のあまりにも経済的なあの違いというのがこの 言語,によ言語圏によってです、ね、違うということで独立運動まで起きている。それに加えてあの例えばそのシリアからあの逃,げた逃げてきた移民あの政策にあの関してあのいろんな意見もぶつかってあのそれであの結構社会があの混乱していたということもあの言える。 あのと思いまた、ま、国レベルの政治的な混乱ということもあって、なかなかあのここでですねこの右側の映像でギネス・ワールド・レコード、ギネスブックでこのベルギーがどの,あの世界記録を破ったかというとあの、総選挙のあと、政府を作ることができなかった、そ,のそ,れ,それにかかった日数の世界記録を 更新したとということになります非常に恥ずかしい世界あの記録なんですけれどもあの500日以上かかったつまりほとんど2年間あの無政府状態だったわけです。それでなかなか政府が作れないじゃあ国をどうやって運営していくのかでその直後にコロナが起きたということでもうとってもあのこの,あの国の中で統一が取れていない。 模範的なところで文化的要素というのが、じゃあ模範的な人は誰だったのかということで、ここで9人の映像が出ています。これ誰でしょうかこれはですね、ベリギーの厚生大臣です。すべて厚生大臣です。つまりベリギーはオランダ語圏、フランス語圏、ドイツ語圏、あのブルセルという首都があって、いろんな政府が この連邦制になってるので、いろんな政府があって、それぞれ大臣が違う。あので、この構成を担当する大臣というのが9人もいました。じゃあマスクの、マスクを買う、この医療に対する政策、それぞれ違う政策を取っていた。 じゃあ誰に従っていけばいいのか、そのメッセージというのがとてもはっきりしていなかった、混乱していたあのということがあったわけです。そこではっきりしてないメッセージに、あのどのメッセージ、どの規制に従えばいいのかということがあのとてもわからなかったということがあるわけです。でもう一つ、あの法の役割あの。そこで法の役割を考えていきますと、あのこの警察の厳しすぎる あのこうあの行動に対してですね、あの結構抵抗する人々があの出てきたで。そこはですね、なぜ抵抗したかということは、あ,のあんまり警察と司法制度にあのこう信頼あのしてないあのこう国民の割合というのがあの高いという状況があの続いたわけです。 あのベルギー司法高等評議会あのが出した、えーとこ,のえー、とこのベルギーのさまざまな制度に関する信頼あのを移しているんですけれども、あのそこで司法は特に2002年あのにです、ね、この41%しかの国民しか信用していないということ、それは少し2014年によくなっているんですけれども、それでもあの61%。 とといいうことにあのなっています警察に対する信頼というのが結構高いですけれどもあの、まあ、80 81%というあのことになっているんですけれどもあのやっぱりこの法律に対して司法に対するあのその正当性また信頼というのがいろんな課題があってあのそれもあの改革改正の,あの対象にあのなっています。 であのそこでやっぱりこの問題の中でですね、この問題意識の中で、じゃあ警察が非常に厳しく取り締まるということがあ,のあまり正当性がないのではないかということがさまざまな社会の中のグループというのが感じていたので、あのこの,あの規制き、厳しい法律に従わせるということがとても難しかった。でそこでですね、あの,、まあ、あの今日の授業の えと結論なんですけれどもあのやっぱりこの放射会学というのはあの政策にも提言を与えないといけないただあのなぜ人々は規制に従っているのか従っていないのかということを考えるだけでは不十分ですでも政府にあのまたその良い立法をするためにあのこれからその,あの経験を踏まえてですね あのどういうふうにより良い規制を作っていくのかということがあの一つの,あの課題、放射会学の課題でもあると思います。で、この、えー、と例えば厳しいエンフォースメントから、あのこの,あの賢いエンフォースメントへとあのというあのふうにまとめることもできる。それはスマートエンフォースメントということあのという英語になります。つまりスマートエンフォースメントというのは、 あのエンフォースメント機,械あの機関は制裁を強化または縮小するだけではなく人々のプロフィールに応じて基本的な法律への支持を促進するためにコミュニケーションを重視することができるしその両方を組み合わせることもできるだから上からの強制ということもある程度重要です下からの信頼というのも つまり下からのコンプライアンスというのもとても重要です。でもそれを社会で効果的に、あの効果的なものにするためには、あのこのコミュニケーション、また一般的なコミュニケーションではなくて、それぞれの社会の中のコミュニティに対してこのコミュニケーションを行っていかないといけない。 でそういう社会のダイバーシティというのがあの、もちろん先の話では結構極端的に日本での緩やかな対策というのは良かった、ベルギーでの厳しい対策というのは良くなかったという、非常に極端な話になってたんですけれども、一概には言えないと思います。先ほどあのこの授業の最初にですね、なぜ法社会学者になったのかということを申し上げたときに、日本の社会も単一社会に見えるけれども、 あの実はいろんなグループがある、いろんなコミュニティが存在している。じゃあこの緩やかな規制が届いていないところ、また日本の,その法律に、また規制に従っていない、そしてそれを信頼していない、正当性がないというグループもあるかもしれない。 でそういうグループそういうあの、そういう社会の中の隠れたグループって言いますか、隠れたところをあの調べていてあの、それを研究対象の中にですね入れていくというのも、放射会学の面白いところではないかなと思います。まあ、批判的なスタンスから、この方法論とデータを合わせて考えていくというのが、放射会学の基本的なあの、えー、と中身ですね。 皆さんもこれから大学で何を勉強するかとあの考える時にはあの法律というのはあの大変面白い分野でただのルールあのそのものを全部勉強していくということではなくてそのルールは社会の中でどう運用されているのかどう機能しているのかということを考えるというのはあのまたあの非常に面白いことだと思います。まあ皆さんも あのよくこういうことを考えて日常生活をあの別の観点から玉ねぎのようにですね向いていくということをしていただければあの幸いです。少しでもあの刺激にあのな,っあのなったのならばあの僕も嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございます。非常に興味深いあの質問ですね。やっぱりあまり意味のないルールを、暗黙のルールをどうやって廃止していくのかということがあの大変大きな問題ですね。例えば今のコロナあのコロナの,時の,そのマスクの着用もですね、あの政府がこのマスクの着用をどうやってなくしていけるかということがとっても大きな課題として考えてるらしいです。 つまり、みんなこの暗黙の了解としてあのマスクをしていて、外でもあのマスクをしているけれども、どんどん感染者がなくなっていて、それでもみんなマスクをしているということが、ののどうやってそれをなくしていけるかということが難しいです。やっぱり、のこの日本の,そのえと中で見るとですね、こういうルールをなくしていくというのが、先ほどの,そのタバコの規制。 あのと同じようなあの感じで、この模範的な存在というのが一つの,あの影響になるのかなという,いうふうにおお思います。模範的な、この Court of Great Lords という言い方もあるんですけれども、模範的な存在で別のやり方をすると、そのやり方でその価値観というのがあの少しずつ変わっていくということもある。ただ、そういう模範的なやり方ではなくても、 あの少しずつその言論によって、例えばメディアの報道とかによって、またその,あの外国の,あの報道ということも時々あるんですけれども、それで社会のムードというのが変わってくる。で社会のムードを変えるというのが、さまざまなやり方があるんですけれども、それは社会の中であのいろんな 提案がいろんなこの,あの政策とまたその暗黙のルールと別のやり方の方がいいという提案があの存在しているわけですあの。ただ、その存在している提案というのがあまり見えてこない。で、見えてくるための,あのこの条件という,というのがあのやっぱりこの何、えー、て言うんですか、この 3つの条件が大体言われてるんですけれども、1つはそのあのディスコース、問題意識というのが変わってくるということです。例えばあの戦後の日本を見ると、あのこの行動成長期の時には、あのみんなこの日本的なインフォーマルなやり方というのが素晴らしい。そのために日本,日本は第2世界であの2番目の 経済大国になれたというふうに思ってて、あのこのインフォーマルなやり方、あのそこで例えば行政指導とかいろいろあってあのそれ、そのおかげで日本はあのこう行動成長できたと。それは90年代、失われ,失われた90年代あの、The Lost Decade という失われた10年という言い方もあるんですけれども、あのそこで日本型経済というのが 実はこれは、このインフォーマルなやり方というのは、その競争旅行を低下させるための,あのものであの、もう少しその競争社会、アメリカ的な競争社会を作らないと、日本はこの高度成長というか、この,あの経済回復できないという日本型モデルに対して、そのディスコースというのが変わってきた。 でそこで問題意識が変わってきたっていうのが、それいきなり変わってきたんじゃなくて、少しずつ変わってきたっていうことがあるわけ。二つ目は、あの二つ目の条件というのは、やっぱりこの提案というのがあの、この別のルールを使いましょうという提案、また別の社会を作りましょうという提案というのが、そこであの、えー、と学問的な言い方をすると、ポリシーエントレプネル、つまり政策起業家。 それは政治家であったり、学者であったり、いろんな人がそこでやっぱり最も良い解決策というのはこれだということを、そこでみんなに提示することが重要です。で、これはその問題意識というのが、そのディスコースというのが、社会のムードというのが、やっぱりあのこうどっかに向いてたら、そこで具体的な提案があるとルールが変わる。で、それで決定できる人、企業の中だったら、例えば社長だとか、 取締役だとか、そういう社長がやっぱり企業のためにこの暗黙のルールではなくて、伝統的なルールではなくて、新しいやり方の方がいいということを思ってたら、また国レベルで言うと、あのこの政府がこのやり方の方がいいといえば、あのそこでそのムードをもとに具体的な政策の上に、その決定できるような人がそれを決定するということで、そ,のそこでやっと変わるということが。 あり得るわけですね。これもとてもあの面白い質問ですね。ありがとうございます。やっぱりその昔美徳だったのがあのそのちょっと変わってきて、あのそしてあのやっぱり意見それぞれの違う意見を持ってそれを表現するということがあのもっとあの盛んになってるというあのということですよね。でそれは,はい。 はい、それはあの確かに言えると思いますけれども、まあ、法社会学の中にはこのあの、いろんなアプローチがあってですね、このあのえー、と特にそれぞれの一件の上で、社会の中で、先ほどベルギーの例で言ったんですけれども、そこでもう自分の意見を表現するというのがとても大事で、あの政府に対して結構批判的な考え方を出したり、 あの友達同士でもよくこの議論してですねいろんな例えば政治に対する話とかあのこのこの生徒はいいとかこの政策が良くないとかそれで高校生の間でもものすごい議論にあのなってあので皆選挙で。 あのこう投票、ベルギーも18歳から選挙権、選挙権ではなくて選挙義務なんですけれども、日本と違って選挙が義務なんですね。でそこでみんな選挙あのに行くわけです。で、この意見が対立することによって、また新たなあの政策が生まれるということで、法社会学でいうとですね、この紛争あの、またその意見の対立ということによって、 あのよりこう良いものが生まれるということがあって、またあのこう政策があの変わっていくと平和。平和であるから良いということではなくて、つまりみんな同じ意見を持っているとか、合わせていくということが良いということではなくて、やっぱりあの何を考えているかっていうことをぶつ,かぶつかり合うことによって、あのそれであの確認して、また このコンセンサスに向けて動いていくとあのそれが政策に表れていくとだから日本人がこの合わせているというのが別に意見がなかったということではなくてただ今その意見を表現するというあのことの方がこうあのなんて許されてるというかもう。 あのこう要求されているということであのそれを表現することによってあのやっぱりこの政策にあのできるだけ多くの人が納得できるようなコンセンサスできるような政策というのもあの生まれてくるのではないかなと思います。だからご質問に答えるならばですねあのもうこういうふうに日本があの変化しているというのがあのとても あのこれからの政策にも良いい影響を与えると思いますただあの、今の質問の中には、みんなその合わせていくのは美徳だとで。そこでコンフリクトがなかったというふうにあのこう伺えることもできるかもしれないんですけれどもあの、実は日本の社会の中で、いろんなところでこの意見が対立しているということもあの見,えるあの見えることがあるんですね。でこれは特に裁判所 でいろんなその事件とか見ると、また裁判を見ると、あの日本の社会というのはこんなに多様だったのか、こんなにダイバーシティというのがあったんだということがあの見えてくるわけです。また、あのそれによって、あのこの例えば、あの必ずしもその法律で、つまり既存のルールというのが、この新しい価値観に合ってないということが。 わかるわけですね。例えば、今、日本で課題になっている夫婦別姓とかありますし、二重国籍問題とか、あのいろんなとあの同性愛者の結婚だとか、いろんなところで、 あのやっぱりこれからなんかこう変わっていく、またその意見をぶつかり合うことによって、あの社会の中のコンセンサスが作られていて、それ、政治にも反映されるので、その立法過程で、やっぱり国会でいろんな話し合いによって、あのこうまた新しいルールにあのこう発展していくという意味で、法律も非常にダイナミックなことであって、意見を言うことによって、よりダイナミックなものになるので、これからの日本社会も楽しみだと思います。 あの文化的背景というのも、まあ、な文化というのは何かということがですねあの、とっても難しい質問ですけれども、あの文化的背景というのは、あの例えばまあそういう,あのこう模範的な存在もいれば、あもあれば、そういうなんとなくその国の中で、例えば国家と市民の間の関係がどうなっているのかということが、その何を信じられているのか、何が。 この先ほどムードという単語を使ったんですけど、その文化というのも一定のものではない、ずっと変わっていく、あの同じ文化ではない、日本文化はこうだというのがあ,のあまり考えない方がいいと思います。ただ、やっぱり少しずつ変わっていく、歴史とともに変わっていくもの、結構合理的なものだと思うんですけど、例えばあの文化を理解するためには、まず歴史を理解しないといけないと思うんですよね。 で歴史を見ると、その歴史的な条件の中で、じゃあ何がこういう特徴、人々は、あの多くの人々が何を信じているのか、どういう価値観を持っているのかあの。で、その信じていると価値観というのがあの、必ず合理的な歴史的な発展のためにあの出来上がってきている。で、それは例えば、あのベルギーではあのこう、ベルギーは小さい国で、小国で、大国になかなか。 認められないという状況もあってでもあのこの,あの,あのやっぱりあのベルギーができたのは1830年日本のその明治維新の大体40年前なんですねあのだからベルギーも日本も割と新しい国ですよねある意味ででその中でこの違う言語を話す人々が この一つの政府に従うということがなかなか難しいで。ベルギーはその中で憲法を作りました。ヨーロッパの中でいち早く民主主義的な憲法を作りました。国会、つまり国王ではなくて、天皇とか国王とかではなくて、もう国会が民主主義的に全部権力を持つということになる。それはなぜかというと、いろんな言語を話す人。 いろんな宗教背景の人、いろんなイデオロギー、例えばキリスト教のイデオロギー、社会とのイデオロギー、自由とのイデオロギー、いろんなイデオロギーを背景にしている人があのさ一緒に国を作ると、やっぱり国会の中での議論によってそれを発展させる。それは簡単ではない。だから、この国に対してあのみんな同じ意見を持つということではなくて、 それをあのアメリカほどこういう何というのかなこの表向きにそれをぶつかり合うということよりもこのいろんなその行動によってあのそのさまざまな考え方を反映していくということをしていた。だから、はい、あのこの現代のベルギーの中でその規制に従っていないその文化的な要素を考えるときには あのやっぱり非常にダイバーシティの多い国で、あのそれとてもダイバーシティというのは大事なことであの、この法律を進めるためには、また政策を進めるためにはとても大事なんですけれども、あのただあの、やっぱりあのこう上から一方的に強制的に押し付けるということに対して、あの結構、抵抗を感じる、まあ、いわゆる文化的な要素というのもあ,のあるわけです。 ただそこはやっぱり歴史を理解しないといけない。で、日本の中でも、じゃあなぜみんな意見を言わないのか、なぜそこで一つのコンセンサス、単一的なコンセンサスがあの見えるのかということも、その歴史的な流れの中でその特徴を見るということが、でもそれはほあのここで文化。 という概念の理解というのが本当に慎重に扱わないといけないんですけれどもあの文化というのは日本文化というずっと変わらないようなものではないいつも文化というのはダイナミックなものであるということをあのこうちょっと注意していただきたいと思いますありがとうございますあのルールというのはですねあのいろんなルールがあの存在あのしている あのと思いますつまり守らないルールを守らない人のためにやるということではなくてあの社会の,あの調整のためのルールというのはやっぱりこの予測可能のためのルールということがあの一番このルールの機能として重要かなと思います。例えばあの信号であの赤で止まらないといけない。 あの青で進,進まないといけないというようなルールというのがあのこれ守らないといあの守ってない人のためのものではなくてあのやっぱりあの社会の中で生活してる時にはあのこう何,が何を期待できるのか他の人に関してその関係を持つ時にはどういう行動を期待できるのか。 予測できるのか、というのが、多分、ルールの一番重要なところです。例えば、あの皆さんも、将来的に企業で働くかもしれない、他の仕事をするかもしれない。そこで、売買をするときには、あのこの,あのセールスをするときにも。この,あの物を売ったときに、じゃあ、それに対していくらのお金をあの払ってもらうか、でその物を。 お金ののの交換をするとと契約というのがあのこうあので、きるわけですでその契約をあのこう期待できるつまり拘束的なものになるということがあのやっぱりそれによってあの企業というのが成り立つわけまたあのビジネスというのが成り立つでそういうふうに予測できないというのがあのこの経済が発展すること社会が発展することを ことが難しい例えばノーベル賞経済ノーベル賞を受賞したあのえっ、ー、とあのえっ、ー、とノース博士ノース教授あのというのは特にこの,あの、えー、と研究をされてるんですけれどもあの彼はその全近代的なその村社会ではもうとても あのそれぞれの人々がお互いのことをしていて評判であの全部あのこう生活をしていたわけです。でそこであの貿易をするとき売買をするときにはあのもうあのこれをあのみんなどういうふうにあの物を売ったり買ったりあのすることがもう村の中ではもうみんな分かっている共通の意識だと。ただ法律ができるというのが社会が発展するときにはもうこの 誰がいるのかということを全部把握できないときの,時の,です、ね、あのその状況では予測可能性というのはとても重要です。そのためには法律だけではなくていろんな制度を作らないといけない。それはマーケットという制度、市場という制度、例えばあのそこで裁判という制度、警察という制度、あのいろんな制度を作らないとそこで予測可能というのが生まれてこない。 あのそういうようなこうルールの機能というのが特に社会があの社会の中であのいろんな活躍いろんな役割を果たしていくときにはあの何が予測可能なのかということがあのこのルールの一番重要な機能かなと思いますただいろんな別の機能もあります例えば法社会学であの、えー、とノルウェーの有名な学者がいるんですけれどもあのその学者というのが、えー、とノルウェーの その家政婦に関する法律、法改正を研究しました。ノルウェーには、あの、あのこの1950年代に家政婦がたくさんいて、で、結構その残業したり、あの、こう、労働条件があまり良くなかった。で、それで法改正が行われたけれども、その法改正の結果を調べたところ、あの、研究したところ、全然、あの、状況が変わらなかった。変化しなかった。 ということで、あの全然このルールがあのそこでなんかこう効果的なものではなかった。ただ、そのルールがあったから、そのずっと後あと、この、もっとその労働条件を良くしていかないという、あのこうあのシンボルというのができたわけです。で、このルールの象徴的機能というのもある。 時々ルールによってこれから社会を変えないといけないすぐはそのルールが効果的ではないかもしれないけれども一つのヒントとして一つのシンボルとしてのルールの機能というのもありうるでそういうふうに考えていくとあのこのルールの,あのこう機能というのは一つではなくていろんなルールの機能というのがあ,のあります。 <laughs> ありがとうございます。はい。ベルギーも暗黙の了解たくさんありますよ。の了解があのないとあのなかなかこう行動,行動ができないので非常に疲れてしまうということがありますので。あのただあの、どうですかね、このベルギーの大学と日本の大学を比べてあのあまり違わないということにあの気がつきました。あの例えば あのこのベルギーの大学でもあの学生があのこうずっと発言してるとかずっと質問してるということではなくてあの割と先生の話していることを静かに聞いてそれを吸収して考えてで,後であのこで質問したりそういうこともするんですけれども今あの東京大学で教えて。 あのやっぱりこう学生があのよく質問してる、よくその学生に質問すると答えてくれるあのということもあるので、あのまあ、それは社会の中で、ですねあのやっぱりこのあのそれこそ暗黙のルールで、あのこのあのいつも声を上げると、こう例えば先生の,話のあ話が途切れてしまうとか。 そういうことがあるけれども、だからといってあの消極的とか積極的とかそういうことではないので、あのまあベルギーと日本はそんなに大学生活大学生のあの態度というのは違わないと思います。で、そこでまさにこの暗黙のルールっていうのがあの機能してるんですけれども、あの非常に今。今あの法社会学の講義を。 駒場の法学部の2年生に教えているんですけれども大体参加している、えー、と学生の数もですねあの400人ぐらいいます。で400人の代行技室になるんですけれどもあのとてもあのみんなよく聞いていただいてあのいろんな質問もあのしていただいてるのであの本当にあの素晴らしい学生がたくさんいてあの楽しいです。 はい、あのそうですねあの、ベルギーではあの連邦制というのがあって、そこでやっぱり最高政府というのが、あのこれもあの、まあ、ベルギー政府もあの一応あります、ただ、ベルギー政府が管轄するその分野っていいますか、それは限られています、例えば外交関係、またその法律はあのこの国レベルで統一されているということは確かです。 ただ貿易関係、教育関係、文化関係、そういう関係は全部そ,のそれぞれの地域で独自のルール、独自の法律を作ることができる。でそこでピラミッド式ではなくて、あのそこで並行して同じこう縦の権力関係になるので、結構そ,のそれぞれの,あの政府の間に全然違う方針というのが生まれてくる。 でそこでもちろんこのあの、それぞれの政府がまたピラミッド式で、あの例えば県知,事だあのこの県知事だとか、あのこの市長さんだとかあの、ベルギーも県があるんですけど、その州っていうんですけれども、プロヴ,ェプロヴァンスあのっていうんですけれども、そこにそ,のそれぞれの政府があの作る法律があのこう下に降りて、あつの一つのその あのこう政策を作る時の方針になる。でも、このホリゾンタル、つまり縦にいろんな政府が存在しているのがあるから、それぞれのところであのやっぱり食い違ったあのこう政策というのが生まれてくる。ヨーロッパで非常にですね、この,あのルールのハイラルキーというのがはっきりしている。それは欧州、つまりヨーロッパレベルのルールというのが最も強い。で欧州が ルールを作るときに、それが国があのそれを実現していかないといけない。それぞれの加盟国。で、それで国がそれを実現していくときに、それをこう方針を出して、それぞれの政府、連邦政府に、あのこうまたこれを実現していかないといけない。そういうステップというのがたくさんあるわけです。そこでやっぱりそのステップを得ると、いろんな政治的な議論というのが生まれるから、 なかなかそこでうまく合意に至ることはできない。ベルギーで政治家をやるというのはかなり大変なことです。つまり、そのコンセンサスを作っていかないといけない。コンプロマイズを常に考えていかないといけない。それを考えると、あのヨーロッパレベルでも、そのヨーロッパ連合、EU というのはですね、あの今、 あの加盟国は20国なんですけ27国ですけれどもその27国7カ国の全然違う国が合意してあの前に進むということがかなり大きな課題です。で中にはこのベルギーでもですねこういう似たような課題にいつも直面している政治家がいるので EU の中でも結構重要な役割を果たしているあのこの地位の人が ベルギ人でであることはとはても多いです例えば、欧州の大統領って,って言われるんですけれどもあの、現在の欧州の大統領というのはあのベルギー人です。初代もベルギー人でした。結構こういうベルギー、ベルギ人がこういう常にいろんな意見を合わせてコンプロマイズしていくというのがあの特徴でですね。 あのそれは一つの,あのとても何て言うのかなあのそこで政治的なあの腕というのがあのいいんです。であのこの日本ではじゃあなぜ違いがないのかというのが、まあ、日本では割とピラミッド式というのがあるわけですね。でピラミッド式というのがあのがやっぱりこの あの中央政府というのがあってそれで県知事というのがやっぱりそれぞれ違うんですけど同じ目的でつまり人の健康を守っていきましょうということであの割とメッセージが単一されているこうあのまとまったメッセージ3密を避けましょう誰でも言えるようなあのこうコミュニケーションというのがあってそれはやっぱりとてもいいんですよね。 こう,いうこういう感じで、それですれ県知事が県知事というのがあのそれぞれの県でそれを実現していくというのがあの、まあ、その日本の政党政治の特徴でも、この割とあの安定したあの政治の中の,あのやっぱり実現あのとしての,その政治的なハイラルキーであのこう統一を取れているところもある。もちろん違う意見というのもあの日本では見ることができるので、必ずしも あのこう意見が一致している、すべて意見が一致しているということではないと思いますけど、あの皆さんに一致しているというふうに感じられるというのが、やっぱりあの一番の目的で、そこである程度うまく機能しているということの,の証拠にもなるかなと思います。とてもあの重要なあの質問だと思いますけれども。 本当にこの,あの人権問題、それは普遍的なものなのか、あのそれかこの社会によって特徴の違うものなのか、どこまでそのルールをあの変えられるかということが、あのとても、あのまあ、あの結構いろんな学者が考えてる、あの考えてる問題ですね。で、この人権問題、あの特にあのそこは、 あのやっぱりこの憲法などあのそしてあの人権条約例えば国連が出しているもの欧州でもあのこう欧州人権条約というのがあ,のあってそこで基本的人権というのが定められているのであのどんなにルールを変えたとしてもそういう基本的人権に違反するようなあの変え方改正というのはできない。あのできない けれども、まあ、憲法改正するための,あのそういう手続きというのがないわけではないけれどもあのやっぱり人権条約元この,あのグローバルなあのレベルでの人権条約というのがやっぱり人間がみんな共有しているあのものだというふうに解釈されてるそこでですねあのこういうあのなんていうんですかねモラルな要素もあるわけですねあのルールには。 ルールには2つの要素があると思います。1つは手続きとしての要素。つまりルールは手続き的にあのこうあの全部一定同じものとしてあのこうちゃんと機能していると。もう1つはその中,中身を見て、それはモラルに違反しているかどうかということなんです。でそれで、これは法の支配、ルール・オフ・ローというのが、じゃあそこで本当にちゃんと民主主義、人権、 あのというのが機能しているかどうかを考えたときにあの、この,あのルールがあって、そこで全部手続きがあのうまくいっているということでも、そういうところでも時々、こういうモラルに違反しているルールがちゃんと守られているということで、これはあのあのどういうふうに解釈すべきなのか。例えば、あのナチス・ドイツ、戦前のナチス・ドイツでは、 この法律が、このルールがちゃんと定まってあったわけ。裁判、裁判所も機能していた。でもその機能、その手続きというのが中身はとてもその今のいわゆる人権に反していた機能だったわけです。そこでやっぱりこの戦後に生まれたその基本的人権に,たに関する考え方というのが、そのルールの、ただルールが調整のための、また協力のためのルールということだけではなくて、 あのどういう社会を作るかってみんながそこで人間らしい生活ができるためのその中身のルールも考えていかないといけないだからそれを変えるということができないという考え方があ,のあるわけですでそこでルールの,あの限定的な解釈と広い解釈という中2つの解釈ということができるわけです広い解釈というのがこのモラルのところを入れた解釈 で限定的な解釈というのが手続きとしてのルールということを考えたときにで、これは人権としての,あの要素。だからここで日本とヨーロッパがですね、あの皆さんご存知かどうかわからないんですけど、あの2019年から重貿易協定のためのいろんな協定を結んでる。でそこで価値観共有してる、shared values という言い方がいつも出てくるんですよ。 つまりヨーロッパと日本がそこであの価値観を共有しているで。その価値観を共有しているというのが3つあって、1つは、えー、とこの、えー、とルール・オブ・ロー、法の支配というのがあって、もう1つはヒューマン・ライツ。ヒューマン・ライツということがあって、つまり人権。であの3つ目はデモクラシー、民主主義あのということをあのこう共有しているで。この人権とデモクラシーというのが 一つのその質的な要素、ルール・オフ・ローというのが、この先ほど言ったような手続き的な要素ということであの分かれているわけです。で、この大体この3つ一緒に今述べていて、でそこで、じゃあ世界の中でこの協力していけるような、この,あのこういうルールに対する考え方で、 あの協力ししていきましょうそこで国際法、国内法、それに調整していて、それを経済活動に反映するあのということが、つまり良いビジネスをしていく。ただのものを売って、あの売っていくということではなくて、これはエ b u s i ビジネス、つまり倫理的に正しいものを作ろう。でこれはまあいろいろつながってくるんですけれども、例えば環境保護しよう。 労働者の,その働き方を守りましょう。良い働き方を守り,守りましょう。いろんな意味で、あの昔ですね、日本では、あのえー、とこの Human Security という,あのこう単語、概念もあったんですけど、Human Security というのは、日本語で言うと,、えー、と人間的安全保障というのかな。 こういう人間的安全保障だと、もうみんな健康的な生活ができて、みんな学校に行けて、あの自分の,あの,こうあの生活をあの自由に発展することができると。でそこにまさにこの3つの,その法の支配、人権とあのデモクラシー、つまり民主主義というのがあの入ってくると思うんですけど、そのために あのこうルールをどこまで変えるかというのがその範囲内で変えられるでそこであのこのやっぱり民主主義選挙によってこの多数決でその手続きに従って国会で議論してあのそれであの社会を変えていくそこに意見が合わないということもあるあのいろんなその政策で意見が合わないということがあるんですけれどもあのどこまで変えていいのかというのがその範囲内で変えられる。 ありがとうございますあの一概には言えないと思いますけれどもあの先ほどあの説明したようにですねあのやっぱり規制を作るときにはこれは社会全体のためになる規制あのこういう最もいい規則をあのこう作っていかなければあの社会が進んでいかないあのということになる一部の人だけ のののため規制といいうがななかか難しそこでいろんな理論家も説明してるんですけれども皆さんもよくご存知かもしれないんですけどこのマルクス主義マルクス主義カール・マルクス主義でですねその理論を見ていくとルール法律というのは一部の資本家のためだけのものである。でそこでこう あのこの労働者というのがあのやっぱりとても苦しい状況にあってあのこの労働者のための規則ではないだから規則破っていても別に何も問題がないとそうすると革命が起きるであの共産主義ができるというふうにあの簡単に言えばですねマルクスが言う法律というのはみんなのためのものではなくてこの資本家を守るための道具であるという あのそういうことをあの主張するわけです。ただ、それ長続きしない。マルクス主義の中で見ても、これやがてあのこ,うあのこの革命につながるで。そういう、やっぱりそういうのは法,法として一番の問題で、つまりみんなが納得するような、みんなのために,のに,になる、つまりできるだけ多くの人のためになるようなあの法律、ルールを。 あの作ららなななければならないで中には先ほど言ったように調整のためのルールと協力のためのルールつまりどうやって経済を成長させることができてどうやってこの人々の生活を良くしていけるかということをし,しないと特にデモクラシーの中つまり民主主義の中に選挙があるわけですから選挙でみんなこうイ,ライラしてみんなのためのルール 一部の人のためのルールだったら、みんな、まあ、あの選挙権を持ってるわけですから、あのそこでやっぱり反対投票して、あの別の,あの政党に政権あのを交代させるということがあるから、この民主主義の,そのプロセスの中には、やっぱりあの多くの人のための良いルールを作るための制度になっているということがあるわけです。 だから、まああの、ルールを破ると得をするということが、あのこれはもちろん、どっか法の不備、つまりあまり法がうまく機能してないときにあり得るかもしれない。そこで法の抜け道とか、なんかいろいろあるかもしれないけど、それに気づいたときに、やっぱりその法を改正してあの、よりやっぱりみんなのための法律を作るということがあ,のあるわけですね。 なるほど。あの政教分離あのに関してまあいろんな国のアプローチというのが存在している。例えば日本はあのこう戦前の国家神道の,あの,あのことがあったからあの戦後の日本国憲法であのこの政教分離をはっきりとあの書かれていてそれをはっきりと分けるということがあったんですけれども。 ベルギーなど多くのヨーロッパの国ではあの、政教分離の分け方というのがちょっと別になされていて、つまり全ての宗教をあの受け入れるというふうに政教分離している。あのというのは、別にその宗教とつながっている政党があってもいい。それはイスラムあの教でもいいしあの、キリスト教でもいいし、あのどの宗教でもあの国から 炎上を受けるることができる日本の国憲法によって炎上を受けることはいけないあのということで例えば靖国神社の問題とかいろんな問題が出てくると。だからそこは政教分離の違いというのがあると。でそこで一つ議論にあのなってるというのはあの例えばベルギーではこのイスラム教であの女性が顔を隠すということに対してあのどこまでその宗教のシンボルを あの例えばその国家公民になった時にあのどこまでそれを見せていいのかまたそのキリスト教で十字架を持ってそこではっきりとした十字架をあのネックレスとして持ってあのその国家公民としてあの窓口に立っていいのかどうかといういろんな議論があるわけあのただあのそこで非常に難しい議論ですねつまりあのこのそれぞれの宗教をあのそのまま あのその行動させるということがあのそのそれぞれの宗教のコミュニティの中にあの反対意見を持つそのコミュニティの人がいるかもしれないつまりあの女性の解放運動をしているイスラムの中の,あの女性があのたくさんいるでそういう人たちがあの例えばベルギーとかフランスとかドイツの社会の中でそのままその宗教的なその伝統を守る 例えば結婚に関しても違う慣習があることをじゃあそれを裁判所で認めてもらうということになるとあのその,あの宗教の中宗教コミュニティの中の,あの,その伝統的なやり方を固定してしまうという結果にあのなりかねないでそこでやっぱりあのどこまでそれを尊重してどこまでそれをあのこの宗教的なダイバーシティをですね あのまた宗教的なあの伝統をあのと認めるべきなのかということがあの政治的にもまあ社会学的なあの議論にもなっています。非常に難しいあの質問ですけれども、やっぱりある程度、西洋中心的ヨーロッパセンター、ヨーロッピアンセンター、つまりヨーロッパ中心的に考えていくというのも大きな問題があると思います。何でも例えばあのこういう あの西洋社会が最も,も優れてるとか全部ヨーロッパ的なやり方で国が協力してあのこのえと超国家的な法律を作ることによってあの社会をあのこう進展させていかないといけないというヨーロッパ的な考え方というのもいろいろ問題があると思います。ただそのまま文のの文化多文化多的な あのその伝統文化的な伝統を全部それで受け入れて全部この多文化社会に反映させさせるということもあの議論しないと,しない,とあのいけないと思います。以上にそこはどういうバランスをとっていくのかということがですねあのやっぱりよく考えてあのそのメリットとデメリットを考えていくということが重要かなと思います。 あのまあ、法社会学をあのみんな勉強しなくてもいいと思います。つまりあのみんなあの一般市民がやっぱり社会の中でいろんなその暗黙のルールに従ってあの生活するということもあればやっぱりあんまりにもこう社会的なあの範囲といいますかあのいろんなあの社会の中で生きてる時に全てのルールを暗黙のルールということで ここれを内面化するととといいうことはできないと思いますだからある程度やっぱりこの,あの暗黙ではないルールもあの存在してい,いないといけないしそのルールがやっぱりコミュニケーションによってあの元にみんなに伝わっていかないといけないで新しい課題ができた時にそこは社会のそのダイナミックなところなんですけれどもあの新しいあのこうあの技術が出てきた時とか AI の技術だとか いろんな新しい価値観ができたときとかですねあの、その時にやっぱりどういうルールに従えばいいのかというのがあの、この習慣でなかなか受け入れていない、それ分かっていないときに、やっぱりコミュニケーションによって、あのそ,れをあのそれによりあのこう効果的なものがあのこう得られるということがあ,のあるわけですね。 あのそれは、まああの、いろんな方法が、つまり効果的なものというのは何かというのは、法社会学であの確かに勉強できるし、法社会学の重要性というのがあの、自分の環境ではないような環境で、つまり社会の中であの自分の生活しているところだけではあのこうあの、社会を表すことができない。例えば、この公害問題を考えたときに、水俣、 市のまたこのいろんなところそのマイノリティっていうんですか少数派のマイノリティというのも存在してるしそこに意識を広げることによってもっと包括的な社会を作るということもとても大事だと思うんですよね。そういう意味で法社会学を学ぶ意味というのがこの社会にマクロ的な見方で ちょっと一歩引いて自分はアウトサイダーになって、あのまあ、インサイダーとアウトサイダーという両方の側面を持ちながらルールを考えていくということがあると思います。柔軟に対応していくということが重要ですけど、あのそれはあのやっぱり批判的に考えたり、あのそのちゃんとした あの経験的なつまりエンピリカルにですね経験的なデータによってあの分析していくつまり自分だけの経験ではなくてあこれをもっとなんか複数の人間がどういう経験してるかということもできるだけ理解していくことによってあのそこで意見を定めていくということがあの重要かなと思います。 はい、そうですねやっぱりあのベルギーから見てもあアメリカでは何でこんなにあの反対運動が起きてるのかなってなんでこんなにあのマスクに対してみんなこう反対運動を起こしてるのかなと思うんですけど、まあ、まず一つは、うん、日本人という単語が今出たんですけど。 あのそれも気をつけないといけなないいいとんですよねつまり日本に住んでる人々っていうことだったらいいんですけれどもあのそこで例えば日本に住んでる外国人もあのつまりに日本国籍を持ってない人でもあの結構みんなルールに従ってるんですよあのマスクをあのマスクをつけて。 あの話す時にはこれはまず放射解学でも勉強するんですけどどういうカテゴリーで話すのかっていうことでこの国のカテゴリーつまり国籍のカテゴリーということで話すとあの混乱してしまうあのことがあるのでこの例えば日本に住んでる人々があの一般的に どうしてマスクをしたりどうしてこのルールを守ったりするとやっぱりそこで先ほどその3密の要素というのが現れてくると思うんですよね。でアメリカではやっぱりこの何て言うのかないろんな模範的な存在ということで批判的なものすごい国家に対して不信 にこの模範的なあの行動をするあの人々もいる、まあ、前の大統領を考えただけでもあのこれはもうなぜ私たちはこのルールに従わないといけないのか大統領だって従ってないんじゃないかってあのいうことになってあのそこでやっぱり社会があの分裂するというあのこともあ,のあるわけですそういう表現というのがまあ今あの起きたこのコロナで起きたあのということではなくて もうその歴史的なあのこうこのアメリカの歴史を見るとあの結構分かるんですけれども例えばイギリスからあの独立したあのこうアメリカというのがあの上層階級というのはあの国の,その指,指導者というのはみんなイギリス人だったわけでアメリカ人の,その国民がそれにサイものすごいあの不信感を持ってて。 でそれでじゃあ陪審制度を入れたり市民参加を入れることによってもうその,あのチェックセンバランスというかもうそのチェックを入れるあのこれをコントロールするということを入れたわけですでそ,そこのバランスなんですよね、まあ、日本の社会というのはあのいろんな影響で今 よりも多様化していかないといけない。今、まあ、僕の目から見ると、今の日本社会もとても多様的な社会、ダイバーシティの多い社会です。それはあの世代的なダイバーシティもあれば、あのこうあのいろんなやっぱりこの,あのコミュニティもいろんなコミュニティが存在している。でもこれからやっぱりあのこの少子あの高齢化社会あのでですね、あのやっぱり 変わっていかないと日本経済、日本の社会もあの、まあ、持たなくなるというか、非常にあのこういろんな問題に直面するということもあるので、それは国際結婚だけではなくて、やっぱり外国人労働者、あのいろんなあのこのあの外からあの影響が入ってくる。でもまあ日本人でも、例えば外国で住んでいて、あの帰,国市場をあの帰国市場をするとか、 あのやっぱりこのグローバルな世界というのがあの、このいろんなところからダイバーシティをもたらしてくるあのということあの、メディアだけでも、やっぱり国際的なメディアの影響というのが、いろんな新しい価値観を日本に持ってくる、だからそれはただただただ単にこの外国人が日本に入ってくるということが、あのそれだけに限定することはないと思うんですよね。 いろんな意味でグローバルな社会でいろんなあの多様な価値観というのが日本に入ってくるとそれなりにそれは法に影響するあのやっぱりこれからあの選挙をすることによってそのいろんな価値観をまたそこに反映してあの誰にあのその法律を作ってもらうか何のためにこういう法律を作ってもらうかということも意識しながらあのそれで少しずつそれがあのルールに新しいルールに反映してくるということがあると思います。 だから帰るべきかどうかというのが、まあ、変わらないといけないということになるんですよね。自然にやっぱり変わっていくということが、それは民主主義の特徴だと思います。まあ、どう思うかというのは、これはまあ政治的な意見にあのなるんですけれども、いろんな議論がそれに対してありますね。あの先ほど、その石川賢治教授の。 あのえー、と意見というかその解説も紹介しましたけれどもあのそれはやっぱりこの日本のその歴史を見るとそういうあの緊急事態の時のその有事法だとかあのいろんなそのやっぱり緊急の時のその行政を集中させるさせる国会を通さなくていいということがあの一つのまあよく議論されないとあの いいいけななようこととだ思ますベルギーでも同じような議論があってやっぱりこういう緊急事態が発生した時に速さあまりにも長く議論しているともうみんな病気になって死んでしまうということがあるわけですねでそれはベルギーである程度そういうなかなか政治的な統一ができなくてそれで結構その医療 医療体制ででも問題がが発生したというの,があ,のあるわけですねだからある程度やっぱり早く決断できないといけないというあの状況は大事なんですよねこういう有事の時に。ただ有事をどう定義するかということが非常に難しいですね。そこで誰に誰のところにまたどの機関にその権力を集中させるかということもあのとても重要なあの、えー、と判断だと思います。 そこで一人の人に集中させるか、あのもっと複数の,あのこう人に集中させるのか、そこはやっぱりどう、あのでそれは一時的なものなのか、ずっと持続的なものなのかということで、やっぱりいろんな国での例を見るとですね、あの例えばイスラエルあのというあの国がよく例として上がってるんですけれども、それも、えー、とその、 戦争の後のいろんな緊急,あの緊急事態の時に備えた法律というのがいろんなそのルールというのがいまだにあるわけです。なかなか1回入れたルールをあの改正する、また撤回していくということが難しい。だからそこはやっぱり緊急事態を本当に緊急事態として見るのか、それ,それか本当にそのあの権力を維持するためのそこに利益を得るような あの人々をまたグループというのがあるのではないかということで非常に難しい議論だと思います。そううですすね同調圧力といののは多分どの社会にもありますあのそこであのベルギーでもあのまあ自分の生活していた環境ではあのやっぱりこうマスクをしないといけないとか家にあの残ってあのこう ワークフロムホームっていうリモートワークというのがですね、あのそういうようなこう同調圧力というのがあのたくさんあった。ただ、反対の同調圧力もあるわけですね。例えば、若者で学生の間であの、これはやっぱりパーティーできないと自分は学生なのに、あのそれはそれはダメだっていうような、あのちょっとそのルールを あの自分は若いし強いしあの病気にならないという自信を持ってそこでの反対の同調圧力というのが結構あるんですよ。でそこでまあ本当にある意味でサブカルチャーがどういうふうにあの構造されているかということなんですよね。つまりサブカルチャーというのはあのそういう、まあ、グループというのがその中での規範その中での意識その中での考え方。あの というのがどういうふうになっているかということあのによってですねあの、それも結構左右されるというか、そういうあの規制に従うかどうかということが。だからまあ、同じようにやっぱりメディアの報道というのがとても恐ろしいものだったので、もうどんどんこう病院があふれてくるあの、もうみんなどんどん病気になっていて、例えばベルギーのニュースにも日本と同じように今、各都道府県に どれだけ感染者が増えたか減ったかということをあのベルギーもやっぱりこういう統計で見せて地図で見せてそれで自分の住んでる地域にどれだけ感染者が増えたかということがですねあのみんなよく分かったそれであの一生懸命やっぱりあのベルギーでもワクチン接種を受けるあのということでもうほとんどの人もう本当に90%に近い人がワクチン接種を受けた。 そういう意味で具体的な統計を見せればあのやっぱりほとんどの人があのこういうそれこそまあ同調圧力ということもあるけれども具体的なコミュニケーションによってあのこういうあのあのやっぱり行動するということがあるんですねただ届かないコミュニティもあるでベルギーでは届かないコミュニティというのは例えばあのそういうあの言葉がしゃべれないあのというコミュニティも あのそういう移民コミュニティというのが存在している。で、そういうコミュニティにどうやってコミュニケーションするのかということが一つの政策課題あのになっていただ。だからね、これはなんかこう、なんとなく抽象的にこういう、なんかベルギーはこうだ、日本はこうだということではなくて、やっぱり具体的なコミュニ,ミュニケーションによってあの、その、どうやってそのサブカルチャーとかコミュニティ、それぞれのコミュニティにそれこそスマートにですね、 あのこういう賢くあのそういう情報を流すことができるのかそれによってやっぱりあのこうルールに従ったりあの、まあ、従う人が増えてくるということがあると思いますはいありがとうございますそうですねこれは放射解学研究で非常に大きな課題ですどれだけあのデータを集めてそれでこう物事 言えるのかといいうことがもうこがも本当ににねそんんなな決まってないんですよあのやっぱりこう大規模の調査を行っていくとあのものすごいお金かかるしものすごい労力もかかるしあの非常に大変です、まあ。時々それをしないといけないあの例えば法意識がどういうふうに変わってきてるのかということをまた紛争に対しての意識がどう変わってるのかというのがやっぱり あのできるだけ多くの人に聞いてあのそれであのこう統計を作っていくと非常に説得力があるでもそうではなくてももうちょっと少数の人間に調査して統計を作ったりあのそれではなくて質的にいろんなケースタリーをしてもう一人の人間とか一つの事件とか一つのケースについて徹底的に調べていてあてそれで本当にこの,あのニュアンスが つまりあのこう深いところに理解、一つのケースを理解していくことによって、あのいろんな情報が得られて、あのそれで一つのイメージを作る、また提案がつあの作れる、またその先行研究と、先行研究って分かりますかつまり前にあった研究とですね、結びつけてあの考えていくということもある。だからデータというのも本当にいろいろありますで。いろんな量 あのがあるんですけれども、あのとにかくやっぱりあのこの1人の研究者、1人の人が一生懸命この深いところであのこういうあの物事を理解しようとするための勉強ですね。まあ皆さんもよく勉強してると思います。ここで参加してもらってるということだけでも本当に素晴らしいと思いますけど、あのそ,ういうそれでいろんなインプットでもう自分で考え直して、 あのまたデータと合わせて考えていくと自然にあのいろんな意見が出来上がっていきますのでもうそのままぜひ続けて考えてもらいたいと思いますありがとうございますあの皆さん本当にあの今日あのとてもなんかご質問の中にもですねあのいろんな興味が現れてきて皆さんよくいろんなことを考えているということに気がつきましたでベルギーと日本の話しましたけれどもあのやっぱりあのー これはこうだということではなくて、あのやっぱり非常にダイナミックであの変化しているということで、この研究者によって、あのいろんな意見もあの違うということを意識していただきたいと思います。で、皆さん、あのこれから勉強していく中で、自分でやっぱり考えていく、あのまたなんかこういろんな資料を見ていろんなデータを集めて、あのそれで、 考えられるるよううになるというのが大事ですで外の視点というのもですね、時々あのそれを聞くということが刺激になると思いますので、皆さんも機会があれば、あのまあ、外からあの聞いたあの、外からの意見だけではなくて、自分で外に行ってあの、それは例えば日本の中でもいろんな違うコミュニティ、いろんな違う考え方をしている人と接触をする。 また留学をするということでもですね、あのそういう意味でも留学をするあの意味も非常にあの大きいと思います。だから本当に自分の,あの環境の中でとどまるのではなくて、あのいろんな人と接触することによって、また意見が発展していく。少しでもこの講演がですね、外から見た、なんかいろんなそのダイバーシティを考えるためのきっかけになったら、あの僕はそれで嬉しいです。皆さんお疲れ様でした。本当にありがとうございました。